皆様こんにちは。今回はサニボーンを救う会です。始まり方が唐突。サニボーンか。特徴的な見た目で好きな人はいると思うんだけど、対戦面では不遇寄りなポケモンだね。そうね。特攻種族地はシャンデラやレイスボスと並ぶトップクラスの数値なのだけれど、タイプ1特殊技の最大威力がシャドボの80だから、実質的な火力はそこまで高くないし、物理耐久と素早さが低すぎる上にトリルを覚えるわけじゃないから、エースとしては運用しづらいという印象かな。そういった理由もあり、進化前の奇跡サニーゴの方が採用率が高いという悲しい現実を背負っています。まあ、要するにサニーゴとサニボーンは、ポリゴンルーとポリゴン Z みたいな関係ってこと？いや、名前はサニーゴたちと似てるけど、なんだこの化け物。まあ、そんな不遇寄りなサニボーンですが、今回は一つ思ったことがあります。それは、砕ける鎧サニボーンが近年環境で刺さっているのではということです。え、サニボーンは物理耐久も素早さも低すぎるから、砕ける鎧は活かしようがないんじゃ。ところがどっこい、砕ける鎧サニボーンなら、大魔も使わずに怠慢でザシアンに勝てたりするのよ。え、マジで？まあ参考にした構築記事の受け売りなのだけれど、どのような方なのかは実際に対戦でお見せしていきましょう。さて1戦目。お相手のパーティーにザシアンがいますが、こちらはあえてザシアンの通りがいいパーティーにしているので、ザシアンは選出されるはず。先発サニボーンで相手をしましょう。とはいえ、先発にザシアンが来るとは限らないのでは。先発ラプラスで壁を張ってくる可能性もあるし。なら、急所で壁を無視できるアクーラオスも出したいわね。あと、サニボーンの助けが削られるとザシアンに勝つのがかなり厳しくなるから、ザシアンを静電気で麻痺させられるかもしれない。物理受けサンダーも出しましょう。回電波持ちなのでラプラスにも強めだし。え、せっかくヨガ乗馬したのに出さないのであるか？いや確かに、馬に乗ったバドレックスは超強いのだけれど、ザシアンが重くなりすぎてしまうから今回は休んでて。世の活躍のチャンスが。まあ仕方ない。待ち時間の間に最近流行りの馬娘で遊んでおくのである。馬に乗りながら馬娘やるな。というわけでこちらはサニボーン、アクーラオス、サンダーの3匹でいきます。対戦よろしくお願いします。さて、お相手の初手はレイジューランドロス。お目当てのザシアンではなかったですが、サニボーンは冷凍ビーム持ち。これはこれで悪い対面ではないです。耐久奇跡サニーゴのイメージが強くて忘れがちだけど、サニボーンの技範囲は結構広いんだね。特攻種族値145からの霊美はさすがに耐えないはずだよ。まあ、初手に来るということは助け持ちのステロマキ要因なのかもしれないけれど、って剣舞？これは無償で突破するチャンス。剣舞ランドロスといえば、ラムの実とか命の玉とかが主流なはず。助けは持っていないかもしれないね。よーし倒した、これは美味しい。おそらくラム持ちのランドロスで、サニボーンが鬼火を打ってくると読んで剣舞をしたのでしょう。鬼火や力を吸い取る持ちの奇跡サニーゴのイメージがちらついたみたいだね。マイナー特有の何してくるかよくわからん殺しができるのもサニボーンの強みか。さて、次に来たのはメタグロス。シャドボで弱点をつけるとはいえ、直気持ちだったり大魔されたりしたら耐えられてしまうわ。相手を見るでザシアンのアイコンが変わってるからザシアンは選出されてるみたいだし、ザシアンが大魔できない以上、メタグロスに大魔を切ってきそうだね。サニボーンはザシアン用に大事にしたいので、ここはウーラオスに交代しましょう。物理耐久が高めのウーラオスなら、大スキルも耐えるはずだし、大スキルで防御を上げられても、確定急所の暗黒強打で防御上昇を無視できて美味しいね。で、お相手は大魔して、ダイアースを打ってきたか。なるほど、特防を上げてサニボーンのシャドボのダメージを抑えるのが狙いみたいね。グロスが弱点保険の可能性があるし、シャドボで突っ張らないでよかったかも。とはいえ、次に暗黒強打を打つと結局弱点保険を発動させることになっちゃうけど。まあウーラオスはハチマキだし、暗黒強打でかなりのダメージが入るはずだから大丈夫じゃないかしら。保険を発動させても、サニボーンやサンダーの圏内に入ればなんとかなるわ。というわけで暗黒強打を。お、交代してきたわね。暗黒強打は食らいたくなかったみたい。お相手の大魔を終わらせられるのは美味しいわ。悪耐性のあるザシアンで暗黒強打を受けに来たみたいだね。ハチマキだしそこそこ入るとは思うけど。いいダメージね。これなら剣舞の起点にされたり身代わりを残されたりする心配はないわ。このままウーラオスに落ちてもらって、サニボーンでザシアンを倒しましょう。グロスに強いウーラオスが倒されるのは痛いけど、こちらの裏に物理受けサンダーがいるし、ウーラオスが倒されてもグロスへの対抗手段はあるね。さてウーラオスが落ちたので、次はサニボーンを出します。ザシアンの突破は任せたわよ。サニボーンには嫉妬の炎があるけど、威力70の嫉妬の炎じゃあの HP は削りきれないよね。大魔して威力を上げた方がいいのかな。いえ、嫉妬の炎では倒せないけれど、大魔しなくても勝てるわ。砕ける鎧で素早さを上げれば、ザシアンに先手を取れるようになるからね。ん？
砕ける鎧じゃ、素早さは2倍にしかならないよね。サニゴーンの素早さ実数値っていくらだっけ？控えめ純速だから、82ね。いや、ヒック。で、最速ザシアンの素早さ実数値は220ね。これ2倍じゃ絶対戦で取れないよね。まあ待ちなさい。確かに素早さ2段階上昇では抜けないけれど。ならばもう一度砕ける鎧を発動させればいいわよね。そう、ここでコライルを使うことでね。そうか、コライても砕ける鎧は発動するから、素早さが計4段階上昇することになる。4段階上昇の場合は素早さが3倍になるから、最速ザシアンも抜けるようになるということね。これがサニゴーンでザシアンに勝つ方法よ。さっき嫉妬の炎でザシアンに半分以上入ってたから、ザシアンの HP が最大だったとしても怠慢で勝てるわけか。さて、あの HP ならシャドボでも倒せるので、グロスに惹かれる可能性も考えてシャドボを打ちましょうか。お、引いてきたね。先生はザノバレパンでサニゴーンを倒しに来たんだろうか。よし、ならばシャドボが刺さるわ。特攻種族値145のタイプ1技を、果たしてメタグロスに耐えられるかしら？おう、倒した。さすがに火力は高いね。これで先制技で倒される心配はなくなったよ。ザシアンが覚える先制技は電光石火だけだから、サニゴーンには通らないしね。本来タスキやコライルを使うことが前提の方は、先制技に滅法弱いのだけれど、サニゴーンに通る先制技を覚える金殿は非常に少ない。だから金殿環境にこの方のサニゴーンは刺さっているというわけよ。なるほど、なんか本当にサニゴーンが強く見えてきた。で、コウさんが選ばれたみたいだね。ザシアンに先手は取れてたし、サニゴーンが三立てしたと言っていいか。サニゴーンがぶっ刺さっていたわね。対戦ありがとうございました。嫉妬の炎特等の剣の豆知識。嫉妬の炎はそのターンに能力が上がったポケモンを火傷にするっていう技だけど、特等の剣で攻撃が上がった場合、嫉妬の炎で火傷させることができるんだったっけ。その辺の仕様は地味にややこしいので、実際にお見せしましょう。まず先発でサニゴーンとザシアンが対面した場合です。居住弾を受けて砕ける鎧が発動して、で、嫉妬の炎を撃つと、この場合はザシアンが火傷します。この後コライルをすれば先手を取れるようになるので、上から嫉妬の炎を撃って倒すことができますね。さっきの試合みたいにザシアンが交代してきたとしても、ザシアンを火傷させられた時点で十分仕事したことになるか。では次のパターンを見てみましょう。今度はザシアンが先発ではなく死に出しできた場合ですね。ちなみに今エルフーンを嫉妬の炎で倒しましたが、これに特に深い意味はないです。ご主人も嫉妬の炎を使ってるのかな。で、死に出しでザシアンが出てきます。ここでも当然不等の剣で攻撃が上がりますが、ここで嫉妬の炎を撃つと、さあどうでしょう。このようになぜか火傷しません。というわけで、ザシアンに火傷を入れたいときは注意しましょう。なんで火傷しないんや。まあ死に出しの場合、不等の剣が発動してから次のターンに移ってるって判定なんだろうけど、まあそれでも耐久無ぶりザシアンに嫉妬の炎が半分以上入るので、こらえて素早さを上げてから上から嫉妬の炎で突破できるのは変わりません。ちなみにザシアンが耐久に振っている場合は、嫉妬の炎2発で倒せない可能性もありますね。まあやけどさえ入っていれば、倒せなくてもやけどダメージ込みで最低限道連れにはできるけれど、嫉妬の炎むき出しで道連れにしてくるサニゴーン怖くね。さて2戦目、こちらはパーティーや持ち物を一部変更していますが、サニゴーンの方は同じです。そしてお相手のパーティーを見るに、サニゴーンがかなり刺さっている感じがしますね。シャドーボール、冷凍ビーム、嫉妬の炎で海王が以外全員の弱点がつけるからね。その海王がをどうするかだけど、海王が入りにはドレディアを出したいのだけれど、ドレディアはギルガルドに有効だがないし、一回超前してもスカッヒヒダルマに先手が取れないから厳しそうね。というわけで、海王がはサンダーでどうにかしましょう。今回は最速サンダーなので、一回ダイジェットできればスカッヒヒダルマを抜けるようになるし、サニゴーンとサンダーだと、お相手のサンダーが回電波持ちだった場合、積むから物理アタッカーも欲しいかな。サンダーに強い白馬バドレックスを出そうか。え、よ。今からレース始まるのでちょっと待ってほしいのである。まだ馬娘やってたの？とりあえず、先発はまんべんなく刺さるサニゴーンからということで。こちらはサニゴーン、白馬バドレックス、サンダーの3匹でいきます。対戦よろしくお願いします。さて、お相手の先発は、ヒダルマですか。先発だしスカーフだとは思いますが、砕ける鎧を2回発動させればサニゴーンで先手が取れますね。1発目をタスキ、2発目をコライルで耐える流れだね。とはいえトンボ帰りで交代してくる可能性もあるけど、じゃあ嫉妬の炎ではなく、交代先にも刺さりやすいシャドーボールを打ちましょう。ヒダルマの耐久ならシャドボでも2発で倒せるし、トンボ帰りしてきたね。もしかしたら滅びのボディの方を警戒して、居座らないようにしたのかもしれない。サニゴーンの専用特性ね。
それはそれで面白い効果なのだけれど、接触技でしか発動しないからやや生かしにくいイメージがあるわね。砕ける鎧は、物理技であれば地震とかの非接触技でも発動するからね。さて、海王座が出てきましたか。シャドボは等倍で通るけれど、サニボーンでは弱点がつけないわ。シャドボのダメージは、海王座の特防が高いこともあって、なんとも言えない感じだね。あと2回シャドボを打てば倒せるだろうか。耐久無ぶり海王座であれば、シャドボでギリギリ確定3発なのだけれど、そもそもここ、サニボーンで先手取れるのかしらね。最速海王座の素早さ実数値は156だから、砕ける鎧が発動した今なら先手が取れるね。海王座がスカーフだと無理だけど、まあスカーフだとしても、潮吹きの火力を少し下げてくれただけでもありがたいのだけれど、お、先手取ったということはスカーフではないわね。ジョッキでもないみたいだし、メガネとかなのかな。とりあえずサニボーンは倒されちゃいそうだね。そうね。削れているとはいえさすがに雨潮吹きを耐えるのは無理ってな。え、雨潮吹き耐えるってマジ？いやでもよく考えると、サニボーン特防は高いんだったねって。シャドボで海王座を倒すと、後出しとはいえ、ザシアンだけじゃなく海王座にまで勝てるとは思わなかったわ。物理相手には砕ける鎧で先手を取ることで対抗できるし、特殊相手には特防の高さで耐えながら対抗できる。あれ、サニボーン意外と万能か？ここからさらにもう一仕事できるかもしれないしね。火だるまが来たので、ここはこらえて2回目の砕ける鎧を発動させます。つらら落としを受けて、砕ける鎧が発動。これですか、火だるまにも先手が取れるようになったね。ただし、雨が降っているので嫉妬の炎は威力が低い。シャドボでできる限りだるまを削るか、それとも、いっそのこと大魔を切って大ホローで倒しに行くか？いや、HP1 のサニボーンに大魔切るのはもったいなさすぎでは。でも海王座が落ちた後に火だるまが来たということは、少なくともお相手のラス1は影打ち持ちのギルガルドではないはず。ダルマを倒した上で、ラス1にも停滞一撃を与えられると思うのよね。こちらの裏の白馬バドレックスもサンダーも、火ダルマに有利とは言えない。ここでダルマを倒しておきたい気持ちもあるし、よし決めた。ここは思い切って大魔します。大フォローならダルマが確定で倒せるので、マジか。というかお相手、サンダーに交代してきたけど、サンダーにも大フォローはかなり入るはずだし、これこのまま大魔サニボーンで3盾できるのでは？まだお相手も大魔切ってないから3盾は難しいかもしれないけど。っていうか大魔したサニボーンなんか怖。さて、サンダーが HP ぶりだとしても大フォローで8割ほど入る。とりあえずサンダーは確実に突破できるわね。君通信簿で特殊耐久が高すぎるって書かれたことない。どんな小学校だよ。さすがにこのダメージは HD サンダー。でも半分入ったということは、ここで木の実を食べられない限りは次で倒せる。めっちゃ食べられてるんですけど。よしさん盾は諦めよう。解散。潔すぎるし解散はまだしなくていいだろ。それに、タラプで特防を上げられたみたいだけど、抜群の大アイスなら倒せる可能性があるのでは？いや、倒せたとしてもあられが発生するから、あられダメージでサニボーンが落ちるわ。そうなると火だるまが厳しくなりそう。火だるまは特性ゴリム中で常時こだわりアイテム持ち状態になるけど、大魔すればこだわり状態が解除されるから。バドレックスに大バーン、サンダーに大アイスを打ち分けられちゃうのよね。まあバドレックスなら一発耐えてくれるけれど、バドレックスからだるまへの打点もないし、とりあえずこのまま大ホローで座っても突破できないし、交代する？交代したらサニボーンの素早さ上昇がなくなるから、もう仕事できなくなるけど。いや、サニボーンにもまだ仕事はあるわ。バドレックスにトリルを採用しているから、トリルからサニボーンに繋げばトリルエースとして活躍できるもの。ああ、なるほど。砕ける鎧で素早さを上げる方とはいえ素早さ実数値は80にしかないから、トリルエースにもなれるのか。スイッチトリパ的な動きができるね。というわけで、ここはお相手羽休め連打でしょうからバドレックスに引きます。トリルしてサンダーを倒して、トリル中に火だるまを倒しきるのが理想的ですね。ふむ、ついに世の出番が来たのであるな。前の動画では種族値が低いだのなしでいいだの散々な言われようであったが、今回は活躍するのである。まあそや前の動画の時はスバドレックスだったから活躍できなかったわけで、しかしヨが出たのであれば勝ったも同然。なぜなら、世の緊張感でお主は木の実を食べられないからである。いやもうすでにたらく食べたんだよ。とりあえず、羽休め読みで無事交換できたのでよしとしましょう。大魔をほぼ無駄に使ってしまったのは厳しいけれどね。とりあえずここはトリルを展開して、む、交代してきたか。バドレックスは火だるまに通る技を持ってないから厄介だね。でも半減のブリザードランスでも、火だるまは半分削れるであるぞ。いやそれはそれで火力がおかしい。とはいえ大魔されると2発で倒せなくなるし、お相手のサンダーを倒すためにバドレックスは大事にしないといけないわ。ここは交代したいわね。サニボーンに交代したらやられちゃうから、サンダーに交代するのがいいか。
そもそもこちらのサンダーはもうほぼ仕事がなさそうだし、サンダーは相手の HD サンダーに勝てないからね。こちらのサンダーは最速だけれど、トリルカならすか、ヒヒダルマには先手が取れるか。では、トンボ返りは厳しい。ここでは相手のサンダーを出されてしまう。あ、この静電気は、果たして美味しいのかな？結構美味しいわよ。トリルが切れた後に、サニボーンで一回こらえるだけでヒヒダルマに先手が取れるようになったからね。なるほど確かに。麻痺していてもトリルカのサニボーンやバドレックスの方が早いのは変わらないし、少なくとも麻痺が痛手になることはないね。とりあえずこのターンはバドレックスに引きます。 HD サンダーなら火力は低いはずだし、バドレックスへの交代は安定するでしょう。任せるがいい。ヨトサンダーが対面すればお相手は相当動きにくくなるであるって。ちょっとマグダサンダーが今してきたのであるが受けられるか、ふくふくふく不安なのであるが、ガガ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 。だから緊張感発しながら自分が緊張するのやねんか。で、お相手はダイジェット、トリルが終わった後に上から行動できるよう素早さを上げに来たのかしら。とりあえず半分入らなくてよかったわ。じゃあここは迷わずブリザードランスを打つのである。先ほども言った通り、半減のヒダルマにも半分入るゆえに後出しは成立しないであるな。ダイマしてるサンダーにもかなりいいダメージが入るはずだよね。というわけで見るがいい。世のめちゃくちゃかっこいいブリザードランスの専用エフェクト。いや、ダイマしてる相手に対しては専用エフェクトでないわよ。結婚なんただのつらら落としやん。とはいえかなりいいダメージ入ったね。このままサンダーを突破すれば勝てそうじゃない？いや、ちょっと待った。トリルってあと何ターンだったっけ？あと1ターン。あ、もしかして次大ボールでトリルからされる？それはまずい。さすがに今のバドレックスの HP では、ダイマが終わった後のサンダーの攻撃でも落ちるでしょう。そうなると誰もサンダーを突破できなくなるわ。じゃあここは、こちらもサンダーを出すっていうのはどうだろう。お相手は1回しかダイジェットを積んでないし、こちらの最速サンダーなら先手取れるという可能性も。お相手が素早さ無ぶりなら抜けるのかしら。まあここは大ボールを呼んでいい場面だし、サンダーに交代しましょう。大ボールしてきたね。とりあえず交代は成立したか。ここからサンダーを倒すには、上からライジングボルトを打ち込むしかない。というかむしろ先手取れなかったら跳ね休めされて負ける。同速でもなんでもいいから先手取ってサンダー。ダメだかこれもうサンダーの突破方法なくなったのでは。 HD サンダーなら熱風で突破を狙うのも無理があるよね。いや、まだ突破方法はある。お相手はここも跳ね休めをしてくるはずだから、暴風で混乱させて自傷している間に倒す。これしかない。いや、それは相当苦しい勝ち筋だぞ。お相手ここ放電、跳ね休めじゃないの？跳ね休めしないのであれば電気が当倍になるから、ここライジングボルトを打てばサンダー倒せたのでは。サンダーは倒されてもいいという判断だったのかしら。ギリギリ耐えられたし混乱もしなかったわね。もうサニボーンもバドレックスもサンダーの攻撃を耐えそうにないし、これは負けかな。いや、待つのである。お相手のサンダーの電気技は放電、10万ボルトでないのであればまだ余が耐える可能性はあるのではないか。今あなたの HP47 よ。さすがにサンダーの放電は耐えないような。それに暴風を打たれたら絶対耐えないし。いや、ここで命中不安の暴風は打たないであろう。つまりここで放電を耐えればトリルを展開して落選できるというわけで、馬に乗った世の神の力を見るがいい。いや、自信満々に言っても耐えないものは耐えなくてな。無理。この通り耐えるのである。そして麻痺ったガラムなので問題ないのであるな。 HP1 だからギリギリだったけれど、本当に耐えるとは。これでトリルを展開できるし、本当にここから落選できるのでは。だから言ったであろう。馬に乗った弱火力、耐久ともにパーフェクトなのである。いや、確かに耐えたのはすごいんだけど、さすがに硬すぎてちょっと引くわ。とりあえず、トリルのおかげで先手が取れるようになったわね。これでサンダーを倒して、城のエナナキを発動させられるわ。とはいえ、ヒダルマに一番通る技は半減のブリザードランス。一撃では倒せないよね。まあでも、こちらの裏にはまだサニボーンがいるわ。トリルターンも残るし、最後はサニボーンに締めてもらいましょう。ふふふ。海王がを倒したし、最後を飾るのも私。やっぱり私は不遇ポケモンなんかではなかったのね。君今になって喋るの？サーバドレックス、少しでいいからダルマを削ってちょうだい。そうすれば私の嫉妬の炎で倒すことができる。そして私の華々しいラストを南を見せして。いや、なんか倒したのであるが。城の稲垣で攻撃が一段階上がっていたら、ダルマもテイランス一発で倒せるみたいね。ふむ、やはりヨが大活躍だったのである。まさに世の主役会にふさわしかったのであるな。それ私の主役会では？とりあえず、結構サイクル戦になって面白い試合だったね。
対戦ありがとうございました。さて、それでは今回の動画はここで終わりにしたいと思います。皆様最後までご視聴ありがとうございました。動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ではでは。